皆さん、カエルです。皆さん、ゲーム実況者に一番必要なものとは何でしょうか？そう、実況です。今回、水曜日と金曜日にあげる動画は、実況力、そして解説力、この2つを極めていこうと思います。よろしくお願いします。ゲームスタート。さあ、今回は2対2のフレンドリーファイヤー戦でご案内いたします。ヨッシー勇者対リンク&クーパーで行っていきます。さあ、それでは試合が始まりましたね。まずは立ち回りとしては、ヘイヘイさんがみんなに攻撃をされました。とても皆さんに愛されてるということですね。さあ、ここでザラキが入ります。とても素敵なザラキですね。あれは誰も止められません。さあ、そしてそんなことを言ってる間にクッパにヨッシーがやられそうだぞ。頑張れヨッシー。さあ、ここでヨッシーと勇者が戻ってきました。クッパとリンクの炎の回転切り、とてもかっこいいですね。あんな風になりたい。さあ、メラゾーンは、ああ惜しい、当たらなかった。さあ、ここでドッスンが入って勇者がギブアップ。私ももうそろそろこの声はねギブアップしたい。そしてマハカンタで卵が入ってくる。とてもかわいそうだね。そしてここで勇者とヘイヘイさん、一緒だね。さあ、今の戦況としてはリンクが1機、そしてそれ以外の方は2機。リンク、でもまだまだ頑張るぞ。頑張れ頑張れ。そしてここでヘイヘイの会心の一撃が入りました。とてもすごいいい一撃でしたね。ドラゴンクエストみたいでした。さあ、ここでリンクの妨害が入り、クッパぶっ飛ばされました。ちょっとホットティー置こうかな。さあ、ここでリンクが追い打ちができず、とりあえず回転切りを置いてみる。そして勇者がここでぶっ飛ばされていなくなりました。お疲れ様です。おっと、まだ一機残ってましたね。勇者が復帰してきました。ちょっとこの喋り方だとラグがあるようです。皆さん申し訳ございません。さあ、スマッシュが入っていき、ヨッシーがぶっ飛ばされ全員一気状態。さあ、まだまだどちらが勝つかわからないです。あらかじめ言っておきます、もううざかったら動画止めて大丈夫です。さあ、それではまだまだ今の状態ですとブルーチームが少し優勢か。ラリホーが当たったが、おっと、ここで卵とクッパのドッスン、この2つが組み合わさって、ヘイヘイ脱落。お疲れ、ありがとう、君のことは忘れない。そしてここでもまた味方にやられるクッパ、激おこだね。さあ、それでは怠慢状態になっております。おそらくお互い今まで笑っていたんでしょう。どん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 落ち着いて攻撃が当たらなくなってまいりました。さあ、これどちらかがスマッシュを当てた方が勝利か。さあ、ここでヨッシーの攻撃がすっかり上スマッシュが入っていく。リョペ強いね。それでは皆さんに実況前のお願いです。手や足をスマッシュされてしまいますので、外に出さないようにお願いします。
またフラッシュ撮影スマッシュブラザーズ大歓迎です。カエル中心に撮ってください。それではまもなく出発です。 OK Dispatch。 さあ皆さんこんにちは。皆さんスマッシュブラザーズ参加型です。さあ皆さんの大きな声を聞かせてください。皆さんこんにちは。ありがとうございます。大人がやる気ない。それではスマッシュブラザーズこちらの実況をしていきたいと思います。それでは見送りの人たちにね手を振っていきたいと思いますので、皆さん後ろを向いて手を挙げて、あ、バイバーイ。誰も見てません。さあそれではですね、今戦っているところが終点というところです。平べったいところで対マンや4人対戦の時に使われる、ところになります。そしてここはですね、もう基本的には対マンとかで使うんですけども、まあアイテムとかなしでですね、ガチバトルっていうね、はい、もう日本人が決めた風習になっております。皆さんあそこに見えるでかい蝶をご覧ください。あちらはモルフォ蝶といって、世界で一番でかい蝶になっております。でかいで蝶なんつってやってきそうです。さあそれでは目の前に見えるあちらのクッパをご覧ください。あ、私じゃないですよ。あのクッパとヨッシー何をやってると思いますか？そうです、じゃんけんをしているんです。クッパがグーでヨッシーがチョッキー、そしてカエルの頭はパーなんつってはい、続けます。はい、それでは目の前に見てください。あちらに見えるサイに覆われてますね。そうですね、彼にとって最低最悪最難の真っ最中。最近うるさいサイが早く出ていけとうるさいようで催促しているようです。やめてください、助けてください、一切合切許してくださいと助けを求めているそうです。私だったらね、あんなサイお茶の子サイサイなんですけどもね、もう時間がないので行っちゃいましょうか。さいなら。皆さん今の分かってくれました？それではそんなこと言ってる場合にです、こちらのカエルとリョペさん一騎打ちになってきました。さあどっちが勝つのか、どっちも勝てるのか。さあそれでは間もなくもうボートが岸に着きますのでね、皆さん手足を外に出さないようにお願いいたします。今回こちらの動画配信させていただいたのはカエルです。どうもありがとうございました。もう限界です。今回はですね、ウサギのことについてね語りながら実況したいと思います。まあ、基本的にやっぱツイッターとかではね、私とかが皆さんとね一緒にお話しさせていただいてるんで、ね、ウサギのことわかんないと思うんで、ウサギはねまず可愛い、もう釈由美子かっていうぐらいのうずらの卵みたいな顔してるんですよ。うずらの卵は言い過ぎかな、うずらの卵のところに目がなんかくっきりシュッていう目がつく感じの顔をしてて、まあとにかく可愛い、うん、でね、とてもおしゃれなんですよ、服装もね。最近はやっぱりちょっとね、僕らもおじさんになってきたんでね、服装そんなにかっこいいとは言えないんですけどね、本当に昔はね赤い彗星のシャーカっていうぐらいね真っ赤な服装が多かったですね。もうシャアの再来だと思いましたもん。でね、もうね一緒にいて安心するんですよね、やっぱりね。一緒にこう実況しててね、やっぱり一人でこう実況してるよりもやっぱ見終わった後に、いやなんか足りねえなってすごい思うんですよ。でね、そうするとやっぱりツッコミが足りなくて、まあ僕はテロップでね、ツッコミとか入れてるんですけど、やっぱあいつのね、すごい鋭いツッコミがないとやっぱりつまんないんだなって、やっぱり再生数とかにも出ちゃってますけど、もうみんなと戦ってるんで再生数が上がってるだけ、多分、これ僕野良でやったら全然上がんないんですよ、多分。本当に全く上がんないんで、これはね、もうウサギのおかげだと思うんですよね。でね、もう、あとね、すごい仕事が早い、やっぱり。僕動画2本上げるのにいっぱいいっぱいなのに、あいつは3本
もう動画を投稿してるんで。であとあの編集ですよ。で PC もクソみたいな PC 使ってるんで、それでねあんな編集できるっていうのもう仕事が早い、もう時間がありすぎ、暇すぎ、本当に仕事が早くてびっくりするんですよあれ。で前そのウサギと付き合ってた彼女がいるんですけど、まあ相当昔ですけどね、もう10年前とかそれぐらいなんですけどね、もうあいつの何が好きなのって話をした時に、いやもう何も考えないでいられるから楽って言ってて、そうだよなっつって、何も考えなくてもいいもんなっつって、すごい優しいんでね、いろいろ気使ってくれるんでね、もう一緒にいて多分何でもわがまま聞いてくれるんだろうなって思っちゃいますよねあれ見てると。いやーでもねもうあれはきっとね将来的にはねもうすごい素敵なパパになると思いますよ。いやー楽しみだなパパね。実況というのはとても個性があり難しいところです。ですがこのようにですねキャラは変えられます。こんな動画を最後まで見ているあなた、あなたは大好きです。またどこかでお会いしましょう。ドン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